ベイリンには近代中国の教育者、外交官、学者。近代中国の文化と外交の歴史の重鎮の一人。ベイリンには日本の侵略に対する中国の非暴力抵抗のリーダーであった。彼は上海文化コミュニティの抗日抵抗の代表者であった。彼の軍事研究は中国の抗日戦争に大きく貢献した。彼は日本に抵抗する。 国民党と共産党の協力を促進する上で重要な役割を果たしてきた。彼は第二次世界大戦中に何百人ものユダヤ人を上海に救うための努力で知られている。紹介席の外交コンサルタントとして1930年代の中国とドイツの関係の重要なファシリテーターでもあった。彼は国連の中国支部を含む中国の最も影響力のある 組織の共同創設者であった。レイリ林には中国とヨーロッパの文化を結ぶ人間の橋とみなされた。彼は西洋が古代中国の哲学を理解するのを助けることに大きな貢献をし、多くの西洋進歩思想を中国にもたらした。文化大革命の最中に上海で死亡した。霊林には中央朝時代の中国伝説の最小、両商の末裔であり、 新朝時代の詩人のリーダーである、ハゲムミサゴの4番目の彦であった。彼の長男は中国の外交官、法学者のハゲム正教である。ありがとうございます。